しい、涼しい。ちょっと見
僕の千葉県からです。フレ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 。これでは平安寺、あ、そうだよ。インターロツいらっしゃい。天井スピーカーついてる。いや、ついてない。誰にかは分からん。亀梨、前やし、竹やし、大阪も来ないの。いや、今はいかんかな。皆さん、カブタでした、エイでした、小池でした、マカネさん、小敷マグロでした、ウメイでした、ヨウスケでした、ピンイ、チンデラでした、キュウリン、サイでした、アクビでした、チンボコはマカネザルでした、ナガノハヤト、チャッキー、ノノンでした、慣れてきたな、名前を。ピーク、サミー、ナガノハヤト、ゴージャマ、チンデラでした、リバン、ミケネコ、レイニーブレイ、マヨナイス、マシャル、ナガノハヤト、レイニーブレイ、マヨナイス、ポム、ピーマン、ハメサル、ご飯食いちゃん、ミトイでした。一番ミート、ウメ、サワイア、ワイ、アイト、ミニア、ミケネコ、ジョイ君、キュウリンさん、ハリネズミやん、グッド、マチャルン、オカノ、ジュエル、リョウ、ハヤト、シズミヤシ、ツネヤシ、空も車もうるさい。空はうるさくないでしょ。空がうるさい。ちなみにやし、エリカやし、焼肉食べたい。ああ、いいね。みんなちゃひどい。みんなちゃひどいじゃん。疲れてる。まあ寝てたからね。わためやし。仕事終わったら何時終わるの？何すんの？今日ポップコーンでしょ。もう一度リカちゃん、君はちょうどの配信は金投げてるの？そうだよ。でも自分の金ならまだしも何も文句ないけどね。自分の金じゃねえんだよ。いや、わからん。で、俺寝てたからわかんないですね。全然は出れないで。とにかく寝やすい。したか。いや、するわけねえやろ。テロップないよ。いや、まあテロップは後でつけるから。うん、大丈夫よ。詰めたんか、やかし。まだ詰めてない。俺課金しないからね。まず課金はしません。課金されても課金はしません。テンション上がることして、なんかするよ。いや、マジやお前。レダーいらっしゃい。司いらっしゃい。マイズスいらっしゃい。リンガメいらっしゃい。アートいらっしゃい。ブキブキ4号さんらしい、ミルクらしい、ショウゴらしい、ユウちゃんらしい。落ちまく投げるイコールガチ恋らしいから。だから自分もガチ恋になったならんね。もしなってたかもしれんけど、反省するわけねえやん。パートらしい、チャイらしい、松野ドンらしい、モ
んちゃん、いやもんちゃんじゃないと思うけどな。昨日だからね、なんか違う気がする。めっちゃ入り込むタイプか。そうだよ、入り込むタイプだよ。めちゃめちゃ入り込んで、入れて、ね、今のうちに歯止めしちゃうと100万ぐらい吸い込むで、どん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 。みなこさん、みなこちゃんじゃないでしょ。ふわっちだと思うよ、俺。バイオリンの人でもない。まあ、昨日のイベントかどうかわからんけど、まあ、イベントの可能性だよね。みなみちゃんか。みなみちゃんわからん、誰か。みなみちゃん誰。おさらぐーちゃんやし、チネラやし、ハイやし、VP くんやし。はーい、ツバニャ。いや、わかんない、誰になれたの。自分の息子に課金しろよ。確かにイベントなんかね、さえてるよ。まあ来月だから、クレカはまあ見せてくれなかったら来月わかるよね。いくら課金したの。とりあえず10万らしいよ。とりあえずってかも結構だけどね、10万。マジマジ本人が言ってたから。マジガチ恋やろ。どんな配信者投げて10万になったのか、一人投げて10万になったのか分からんすけど、今10万ならエスカレートする可能性大。まあそうだね。うるさい人やし、見るやし。イカレットってんなの話だよ。投げ銭してもやるわけじゃない、バカなおっさんだな。なんでそう、だからね、まあ結局そうなるんかな。今すぐ配信やめさせます。全部のアカウントアプリインスアンインストールさせます。新年アーリーチャンネルさんらしい。でも今日ね、全然違う企画やろうと思ってたんですけどね。どっちかね、3本これネタが3つあるんですけど、どれがいいですか。2階からそうめんを落として、あーあーして食べる配信か、ポップコーン爆発させる配信か、親父に親父を詰める配信か、どれがいいですか。スコーラは今日やらん。金さえあればマジで、ね、いろんなことでいいんだ。詰める詰める。3本は無理。平八、平八アンケート取ります。平八と平八、平八詰めるはいいと思う人は、はい。平八詰める、はい。それともポップコーンがいいと思う人、いいえ。何をすりに塗って。あ、それいいね。ちょっと DM でちょ詳しくお願いします。忘れんならあるから。平八詰めるが、はい。あー、じゃあ、この人数の多さに行く。ポップコーンがいい方、はい。333いいね。ポップコーンがいい方。
運がいい方、はい。今平八が333人で、まあ、実験にするか詰めるか、うわー240か。そうめんがいい方、そうめんがいい方、今平八詰めるが1位ですね。330人、両方できるだろう。いやしないよね、1個しかしない。落としそうめんがいい方、ポップコーンとかただの調理だろう、うん、まあそうだけど、あ、いい家だね。あーってことはもう、じゃあもう、はい平八のやつにします。ポップコーンやめます。まあ次やります。ついてくるで、FC2 はないでしょう。持ってるんだ、うん、今夜やらなかったか、マジか、そういう感じ。何このところに止めるやん、歩くの遅いなこのおっさん。やる気のない班、誰がやる気のない班だよ。全身全霊だって残したら班に対して。なんで課金バレたの？自分で言ったから、詰めたら自分で言ったから、そうバレるよね。誰だよ、やば、もう一回投げるから一生懸命やってくれる、マジで、うん、いいよ。どういうことですか、詳しくお願いします。だからまあ簡単に言えば、うちの親父が、あの女に溺れたということです。女、あの配信を見ながらチンチン膨らまして、あのバカを見たということです。
チンチンに、チンチン、チンチンに勝てなかったということです。チンチン膨らましてバカを見たということです。簡単に言えば。ライブチャット。いや、ライブチャットっていうか、それ英語で言っただけでしょ。一生懸命よろしくな。むずいな。ちょっとごじゃいっせ。ぷれ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 。はーん。え、もうちょっとごじゃいです。一生懸命。家の稼ぎあるの？だからうちの家の稼ぎは、基本的に、あれですね、年金ですね。年金と競馬ですね。だからいろいろ配信を甘く見すぎてるんよ。だから6月から自分が出たらナイスが1位になれるとかさ、なれるわけねえだろうが。ちょっとさ、ナイスちょっと出てきたからって、自分がナイスで出たら1位になれると勘違いしてるから。まあこれはこれなだけですよ、完全に。考えが甘いんだよ、マジで。最初だけ、まあ 最初だけだね。スナフキンいらっしゃい。この以上で調子に乗ったら、まあ、そういうことやね。今日は親父にヘイト向けるぞ。全兵と向けるぞ。そしたらね、あの嫌でも言うから。なんか強くなるし、そういうことよ。課金したのフワッチの配信者。いや、わかんない。ツイキャスかフワッチかわかんない。一夜ライブの可能性もあるし、もしかしたら YouTube ライブのスパチャの可能性もあるし、そうかわかんない。どこの配信で、でも可能性としてはツイキャスかフワッチだよね。もっと言うならフワッチの可能性大。今日の、 あの BGM はこちらですね。あの平八をあのぶち倒すということで、あの今日の BGM はこちらです。階段あるとある時の BGM はこちらです。リカルド激怒が。こちらですね。課金した親父の末路。スナフキンいらっしゃい。マジで課金した親父の末路はこちらですね。え、まあちょっとね、あの配信であれだからっつってね、あの自分は知られてると思って、まあ、課金して、まあフワッチだったらイベントで、まあ多分ね、あのある女の子にね、イベントで順位が上がらない、この子にバズ酒場出てほしいとかっていう気持ちで、まあ使ってはいけないお金を多分使ってしまい、まあその子がバズ酒場が順位がないんだったか知らないんですけど、今つな逆の果てには自分のクレジットカードじゃないという、マジで君の話に釈明してもらえばいい。だからうちの親父は基本的にこう、あのうちの親父は基本的にダメなんですよ、依存症があるの。今直接フェ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 、ダメだこれ。お前音楽入れてると思うながらフェフェがおかしくなる。フェ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 、はーん、ゴジラ化してしまう、マジでこっちまで。レイカを直訳化してフェ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 、はーん、レイカを直訳化してフェ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 、はーん、ゴジラバージョン。フェ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 、いや、いや、悲しいやこれ。できるかよ、お前、こんな。あ、これ、カジョキガス、フェ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 、あー、レイカジョキガス、フェ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 、あー、あ
ありがとうございます。でどこまで話してたっけ。お芝居が入ってくるとね、どこの話してたか忘れるんだよな。何だったっけ。え、何してた。レイカーズ OK です。フレ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 、レイカーズ OK です。フレ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 、本当はね、今日は全然違うことしようと思う。本当ポップコーンしたかったんですけどね、今日は本当に。なんでもこんなことやらないけ、マジで。まあそうです。で、まあ基本的にそのクレジットカードっていうのは、何に使うための親父のクレジットカードかと言いますと、まあ基本的にうちの親父のガソリン代のためにクレジットカードを持たせてね、うちの母親がね。でもまあ基本的にそれで結局まあタバコとかさ、まあ酒とか買ってんだけど、それは多めに見てるわけですよ。でもそれは配信に使ったらもうダメっていうね、話なんだよね。うん、でしかもなんか配信で10万もじゃあ課金してたら、もう昔ね、パチスロでまあ借金300万してて自殺した時みたいになっちゃうんだよ。あれが、ね、冗談で言ったんじゃないのか。いや、それ冗談に言って頭おかしいで、バカがマジでそれ嘘ついてた。そこ嘘つけ、最悪だね、アホだの親父だろ、そこ。アホな親父すぎるやろ、そこ。そんなこと冗談で言ってるな。もしこれが冗談だとしても、それはそんな嘘をつくなっていう話で。自殺って何。いや、昔うちの親父がパチスロでまあ要は普通にクレジットカードって基本的にお金もおろせるんですよ。でそのお金を使ってまあ運百万ぐらいおろして、でそれ全部パチンコにつぎ込んで全部パーで、まあ利子とか払わんといけんじゃん。でも、ね、結構やばくなってで、まあ、自殺しかけたんだけど、まあただうちの親父はまあその当時はいいとこで働いてたから、まあボーナスでなんとか返せたっていうボーナスでなんとかね、まあ、今は仕事なんかしてないんで、まあやばいということですよ。わかりますか。うん、まあ自業自得だよね。だから平和チンカード渡すのはもうダメやん。てか確かね、これ前もだったんだよね。前もね、カード渡すなっていう話になってたんだけど、うちの母親もね、渡すのが良くないんですよ。今じゃ立派な家事。確かに。いや、じゃあ配信やったオープニングのやつから毎日限りなとこしそう。いや、てかそんなことはせんと思うんだけど、うちの家は配信した時に 何配信するっていう、基本的にやろうとしたのは FX 配信でやって、うん、僕は絶対見ないやつだけど、うん、IP の感じでバカラ賭博にはまらない。だからそれはまるんだって、そういうのも。てかギャンブルだけにハマると思ったけど、ついにまあこの年にして、まあ61歳にして女にハマると思わんかったわ。いや別に女にハマるのは全然いいと思うんだけど、なんか別に女見てああ可愛いなーっていうのは全然いいんだけど、いやそれ以上いくと思わんかったわ。さすがにそこはちょっと想定外でしたね。うん、嫁探しとか言ってたよ。いやそれ自分で新しい嫁探しだろ、それ完全に。イカルドはなんて、いやイカルドはなんてっていうか、まあだからそんなバカなって言ってるね。うん、だからワンチャンだから課金してないと思い込んでる、そう思ってるけど、まあちょっとなんかいろいろになって、いやマジそれやったら本当にヤバいってなってきてるね。平八マジか。いやだから、ま、平八マジかっていうか、まあだからマジかだよね本当に。お前の嫁にもんちゃんさせようと、うん、だから最初はそういう感じで見てんのかなと思って、お互いハハハって笑ってたんだけど、いやまさか自分の嫁にしたいと思わなかったね。そっち系だったっていう、うん、いいように俺は使われただけです。え、なら母親55ぐらい、61だわよ。弟量産されるのか。まあ弟量産される可能性も非常に大だよね。うん、弟量産したところであんま意味ねえんだよな。いとこのおっちゃんを呼ばんといけなくなる。これは親族一同の話になってきますね。うん、まあ、ツイキャスの配信というよりも親族一同でみんなで集まって、ね、オードブル食べながら、ね、その話をせんといけん。うん、
お前の母親と深山の母親がためかよ。あ、そうなの。親族一同でこの話せんといけんね。でもそんなんだったら俺が配信をやめらんといけんみたいな、あの親父が言ってくれて、アキラが配信やめたら課金するのやめますとか言って天秤にかけてくるからね。だからうちの親父は基本的にあの外部の不安の配信者になったとしても、あの花火を1000発投げたらあの散歩しますとか、あ、何かと天秤かけてくるから、あの親父。待ってさ、ただの、そうだよ、うんこやんけあいつ。池田先生のお布施はちょっとわからないけど、本当にお布施なんかしてるのかっていう話になってくるけど、それ、政教新聞台じゃないのそれ。10万は使いすぎやろ。だから10万使いすぎだって。多分俺の予想一人じゃないと思うね。いろんな人投げまくってるんだよ。証拠見た？いや、証拠はね、自分の口からね、発したね。口から発したね。それが証拠ですね。最低でも10万だからもっと使ってる可能性。嘘じゃなくて、まあじゃあ仮にマンちゃん嘘だったとしても、そんな嘘をつく意味がわからんっていうね。そこを、今度はそこをつくね。もうお前は配信中に喋るなって言いたいの。てかワンチャンです。まだ請求来たわけじゃない。あ、来月の請求で来るね。ずっと10万負けるマッティアス同じじゃね。だって俺は別にそれが自分のお金だからいいじゃん。あれは俺自分のお金じゃねえやあれ。これは仮に10万負けたとしても、それとこれとは違うよ。いやだから俺は別に課金することは悪いとは言ってないんですよ。で、先月はしてないらしいけど、と額というか、いやその金使っちゃうよみたいな。請求書見かれたの反応早く見たい、やばいよねマジで。要するにいかれたが稼いでる、そういうことです、てかまあ要するに多分クレジットは何かっていうと、いろんなさ、家のローンとかのあれなわけよ。今でもちょこちょこジャグ投げてたのか、まあそういうことやね。誰とは大黒柱、まあ今はね完全そうでしょう。だって私はもう年金なだけでやって、ね、働いてるのって母親だけじゃん。なんじゃない、まあいや言ったけど親がツイキャスにハマるのやばいわな。だってこう言ってたからね、うちの親父が今日昼飯の時にお茶爆とかっていうか、まあ、支援するのって基本的にガチ恋とか言ってたけど、お茶爆とかね、投げるからガチ恋とは限りませんから、じゃあお前俺が投げてくれる人みんなガチ恋になるやん。そんなこと言ったらもう逆にお茶爆投げられんくなるわ。やわけわからん。でもそれって自分がそう思ってたから、そう思って自分が経験したことを経験談は言ったんだよ。腹立つ。松本使いっていう魔法使い変態王女おしゃれです自分でガチ恋発言したの。そうだよ、男に投げてる男もいるしね。あだまいちやしゃい、やばいんだよ。だからマジで意味がわからないんだよもう。親父、いい会社にいたら結構年金もらえるから大丈夫でしょ。いや、そういう問題じゃないでしょ。だから年金じゃないでしょ、これ。だから年金課金するってわけわからん。でさ、1000万とか2000万とかなんですか、違うでしょ。よっしゃい。ちゃうでしょ。
歩みからしちげしみりん西村もらしいダメやろ、すでに。免許前の、うん、まあ、とりあえずさっき昼間にあのクレジットカードをあの年金から、あ、年金じゃねえわ、平八から取ろうとしたんですけど、赤い顔面真っ赤にして暴れまくって、じゃあ携帯出せっつって顔面真っ赤にして暴れまくりました。画面真っ赤にして、でまた出たと思ったらまたイヤホン聞いて、また女の子の配信見てて、まあ別にそれはいいんだけど、うん、もう一回やれ、だからもう一回やるよ。誰かに課金してるだ、あーだから課金してるよね、10万誰の配信、いやわかんない、まあ、いろんな人見すぎてわけがわからなくなってる、いろんな人見すぎてわけがわからなくなってる、マジで。うん、もっと使ってる可能性あるよ、もう病気になりつつあるじゃないか、だからやばいってマジで。だからとりあえず携帯、まず今から僕がやるミッションはまず隠れてクレジットカードをパクってイカルドに渡すのと携帯を巻き上げるっていう、うん、ミッションです。ミッションですね、これ。もう完全にこれだわな。で、うん、そうだ、イカルドも渡しといた方がいいよ、完全に。うん。誰か調べて。いや、匿名で投げてるのが名前。それは分からんけど、いや家に来たからね。スマホで課金できなくて、まあそういうことで、うん、スマホで課金できんくせんできない、クソ親父が。行ってこい、いや行ってこいって言うとさ携帯置いていく感じになるけど、映画撮ってもスマホに登録してたら意味なくね。いや違うよ、クレジットカード解約です、クレジットカードの解約です。昔うちの母親が、親戚が 俺と親父のクレジットカードを解約っていうか使えんくさせるっていう話になったんですよ。うちの親父がね、あまりにもクレジットカードを使いすぎるから親戚が怒って、うん、でも親父は1年後に解除したんだけど、まあ、俺は解除されたけど、解除されたかされてないかよくわかんないけど、まあ、どっちしろはクレジットカード使えないから昔からかよ、そうだよ。いやマティアス・ボンドミッションインポッシビルな、なぜ親戚が怒るの、ん、だってうちの親が母親のお兄さんだから、うん、うん、そうだよ。いやもうこれ5度あることは6度あるだから、これ5回目ですついに。お仕置き、もうお仕置きでしょ完全に、こんなもんお仕置き以外何もない、何もないです、これ。お仕置き以外何もない、何もない、何もない、ね、はい、OK、待ってよ、今ちょっとタバコ吸いながらなんて言おうか、今俺が考えてるじゃん、みんなで週かけろ、うん、米版だったの、なんでやねん、みんな絶対見てる、
みんなで考えてるやん。なんて言おうか、なんて言おうか。煙幕行くか。ねえわよ、煙幕。ここにスモークマシンでもあれば使ってるわ。お前考える頭ねえだろ。よこしゃ、お前は。どうよ。なんちゃこいつは、マジで。何のお味噌ゼロだよ、お前。来たよ、よし。よし、終わり。行きましょう。うるせえからしねえの意味がわからん。今平八の、そうだよ今みんな平八のことだけ頭に入れときゃいいよこの配信者誰？いや、わかんない。いや、それを今から問い詰めるよ。それをエロジジイが。カード取り上げ、いやカード取り上げます。カードは取り上げます。部屋の前にローション巻いてスタンスして場を。あ、一応ローションあるけどね。みんなちゃん収入源って何？年金。マティアスも一緒やわ。何言ってたこいつ。誰だお前は。誰だよこれ。こんなんでっかく食いてるの。すいません、ちょっと前、うちの母親も病んでるね。だいたい夕方のこの時間帯に部屋を真っ暗にしてテレビつけるやつってマジ病んでるやつだから、これお仕置きですね。てでん。いや、多分病んでるから一応暗く全部一回切った方がいいよ。あ、本当ですか。あ、ででん。炊き込みご飯なんか誰も食わんつーの。ででん。ちょ本当にすいません、ちょっと音量で、ちょ分かった、ごめんけど、ちょっと音量だけ切ってもらっていい？炊き込みご飯しとるけん、途中で今一回切ったでしょ。どうなるかびっくりだ。汁はまだいいけど、ご飯はやばいって。ででん。固くなるぞ、マジで。ん？何が？テレビ。いや、テレビって。キッチンのブレーカー落ちたもんや。ちょっとだけ音量下げてよ、マジで。それなんでさ、うるさい。それ2階まで聞こえてくる、その声。いや、うるせえけんだわよ。外まで聞こえてる、その爆音。クロックション並みにうるせえっつうの。来たで、ここにいる犯人は。犯人は覚えたところ森中。確保。犯人は立てこもり中です。容疑者は
携帯とクレジットカードを、容疑者は携帯とクレジットカードを所持しており、あたかも何が悪いんだと言っております、人のせいにしております。お前は包囲されている、出てきなさい。出てきなさい。ストロング、いらっしゃい。お前の顔がはぶっております、出てきなさい。お前の顔がはぶっております、見てるよ、これ完全に。いや、なんかずっとはぶってるって何回言ってんだよ。内心に息子を監視、そういうことよ。お前の顔がはぶっておるんでボリューム下げてください。ちょっとガチめにボリューム下げてください。完全に黒だよ、はい。テロップは、変異者が、あ、来た、来ました。違う、これ。今、誰だ、この女の。誰だ、どこの女だ、今の子。ストロングを直訳して、フェ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 、誰の声これ。これは外部だねっすね、これは。これストロングみたいな声してる、これストロングじゃないの、これ誰、チャーチャーまさかのチャーチャーっすか。ちょっと見てみるわ。全然気づかんかった。よし、もういきなり突撃します。いや、カバン隠してるあいつ、完全に不和だわ、外部だわ、完全にふわっちだね。ちょっとどうやって撮る？この壁とあの熊の間にカバンが入ってるんだけど、どっから撮る？あっ、いや、一個方法あるけどね。だから回り込むっていう。いやー、こっから行けるっちゃ行けるけどな。落ちたら俺が今度まずいしな。
こっちから行く？まあ、死ぬことはないけどね。あそこまで行かんといけん。あそこまで。ね、飛べない豚はただの豚？うるせえお前。うん。ちょっと斜めっていうか怖えな。外部だね。じゃあ、え、待って、どういう感じで撮ればいいと思う？いや、これふわっち。しないけど、確かに。これあれなの？バックコート力づくで、OK。ゆっくりいらっしゃい。どうやって力づけとるや。あの足が超ぜんだけど。じゃあ携帯ここに置いていくわ。そうするか。そうしの片手だとできないから、こうしていくか。でこうしていこう。オッケー、ここでいくわ。じゃあいきます。あいつの足くせえや、マジ。いや、カバン後ろに入れてんだって、マジで。早くカバン。カバン。足って手がめっちゃ痛い。ちょうどで。犯人は未だに足で抵抗中です。ちょっと。仲間よくちょっと。親父が10万円課金してるけど、あのカバンクレーカーと携帯一回取り上げらんと。お父さんそんなことしてないって言ったよ。してるって言ったわけんだわや。してないって言ったの。してるって俺には言ったじゃん。今日10万円だって私もしてないって。だけんそれは嘘つ、前みたいに嘘ついてるだけじゃん。俺にはしましたって言ったけんだわや。10万。だけもうこっちが本当に決まってるやん。そんなことするわけない。じゃあなんでカバン取る、カバンそれで見してもさんかや。カバン見たらどうなる？いや携帯のあれですぐ分かるよ。誰に投げたかとか。へえ。うん。それだから配信のやつ見ればいいだけだ。それでさえ見してもらえば俺は。それなかったらなかったら終わりじゃん。へえ。ね。だからそれなかったらなかったであいつは嘘ついたってことで終わりやん。だったらその携帯のあの配信のあの外部のあの配信のあれを見せてもらえば終わりやん。それでなんでそれ見せれないの？だけんそのおしゃばくとか花火とか課金した時に残るんだって普通に。
でもそんなことするわけないって言って確かにするわけないよなって。いや、何、じゃあ嘘ついてるの？だからそれもどうか、あれも本当かどうか分かんない。でも毎回毎回してないって言ってしてるし、だからその証拠だけ見せてもらえば終わるんだって。見せてもらっていい？だけん取れんけんだわね。どうやって？足でガードされて。なんでだ？知らんわよ。なんでそんなことにガードするの？知らんわよ。こっちは来てよ。汚ねえ足でガードされて、なんか俺なんか手が痒くなってきた、マジ。こっちまでくせえな。おいおい、いや課金してないな、証拠見して。その手はやめてくれんか。その手はわっ、こっちやった。なんけ、貸して変わらんねん、貸してくれよ。何でもこっちだもんか。あ、いや、これなんだこれ。いや、こんなことしたら分からないよ、普通に。誰もこんなことしてあえてログアウトするやん。ログインして、ログインして、違うっつうの。そう、ログアウトした状態になってんじゃん今。ログアウトってどういうことだから。あんた自分じゃん。こういうこと？これ。いやだけど、ねページを出してよ。何のページだよ。あんたのせいでこっちの手まで痒くなったっつうの。ページを、あのページだけど、ログインしたページしてないのか。嘘つくなって。じゃあ何せ10万とか言ったよ。嘘だ。嘘、あんた嘘ついただけ。あ、あんたに嘘ついただけ。何でそんな嘘つく。いや、しつこいけんっていうか、そうなるでしょ。しつこいけん、何回も何年に使ったのに使ったってしつこい。あ、これは課金してるね。なかなかあるじゃん。ねえ、うん、いくらよ。ちょっと返してください。はいはいはい。ちょっとだけ、ちょっとあのクレジットカードだ、一回出して。出してどうすんだよ。は？出してどうするの？だからクレジットカード出して、うん、一旦ちょっとガソリン満タンに入れてから、ちょっとあのカード会社に止めてもらうから。何ちゅうや。いや、マジで一回出してクレジットカード。意味が分からん。いやです。平八さん誰推しでしたか？平八の、推しの配信者はね、チャーチャっていう女の子でした。はい、ねえ、出して、うん、チャーチャって女の子でした。いや、そこも見てると思わんかったわ。寝た、うん、うん、カレー作ってもらった。なあ、ダーケン、ちょっとカード貸して一回。なんでなんだよ、俺のカード貸して。ダーケン、いや、あの母親に返すけん。なんでだよ、ケン。あんたが使い方が間違ってるからだって。使い方
間違ってます。それはあんたの使い方じゃないか。あ、ストロングちゃんの初期客室フレ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 、あーだからこんね使い方間違ってるから、こんなのブク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 太っていってデブになって、しまいにはもうどこも歩けんくなって、しかもなんかパンあのトランクスの中にあのズボンあの上あの上の上着インしてるし、こういうとこもおかしいだろうが、そういうところから直していかんといけないんじゃないの。でもパントランクスの中には上着入れる突っ込むやマシだろ。うん。あったんだ。生きてえなあ。え？あきらくん連れて行ってもらえんかな。あ？あたみ連れて行ってもらえんかな。いや、あたみ連れて行くって行く前に、じゃあ体痩せらんと。飛行機が墜落してしまうな。あたみ行く前にその課金分であたみ行けるだろうが。課金してない。知ってるだろ。うん、だなんで10万もしてるよ。僕を一人にしてください。いや、どうせ一人にしたで、また下にどうせ降りてくるじゃん。あ？なんでも音量下げてよ。これ黒だわ。パンツの中に、パンツの中にクレジットカード隠してる？いや、これでもバンになるな。なんだよ、バンにするとこやって、よし、もう頭に来てもバンに。なんだよ、なんだよ、強制的にやらせてバンにしちゃう。は？強制的にやらせて。明日がやばい。ほら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 、どうだ、これでバンになるだろう。なんだあいつ。あ、一人来てるわ、ほら。いや、そんなもんバンならん、インカメして終わりだから、アホか。それがなんだよ、意味がわからない。あ、炊飯器は終わりません。だってこれ全部じゃないし、2階なんだけだから。もうあいつまじしょんべん漏らしてね。あ、そうですね、カード紛失届けして、止め、だからのクレジットカード紛失届け出して、でクレジットカード変えて、そして、分かった、月曜日何が大変なの。だってお父さんそんなことしてないって言ったよ。いや、だけどしてるって。だって本人がしてないって言ってる。いや、本人がしてるって言ってる、言ってたのに。おかしい。なんでお前、親子揃ってふわっちばっか見とるやん。お母さんちょっと見て、あんたがやってるかどうかだけ見たりする。いや、違い違いますよ。この後もふわっちが出る時点でもうすぐだけど、ここで。だってその中身なんか全然見てないよ。しかもあんた以外の人のふわっちなんか見たことないし。まあ、ちょっと忘れちゃん、たまに見ることもまああんまめったにないけど、たまにあるけど。これ共犯でしたね、完全に。お互い課金してるわ、これ。いや、あんた以外そんな 見ないって。たまに あの人、ああでもヤミーと、うん、あの人も見た、この前。あ、誰だっけ、うちに来た人、あの、あ、天然ストレート。ああ、でもパチンコばっかりだよね。そうだよ。だけどもうそんなパチンコよくわからないし、ね、パチンコ配信もしかして課金したの。するわけない、見てないし。パチンコ自体知らんもん。で、わあうるさいし、パッとすぐ消す。わあ、この人こればっかりだと思って、うん、あ、狛井、ああ、あの人はうちに来られて、その後見たけど、バカバカしくてもう絶対見らん。うん、すげえな。どんだけも毒舌だよ。は？いや、見てないよ、全然。あの、だって、あの人の配信のスタイルよくわからん。
まあ、それはいいから、それ課金だからクレジットカードとりあえず、まあ、取り上げて、クレジットカード。だいたい今日そもそもポップコーン作る予定だったのに、あんな平八がなんかあの俺のあのなんかいろいろとさ、いろいろなんか紛らわしいことしてる、なんか台本か知らんけど、台本かなんかか知らんけど紛らわしい発言するからそもそもおかしくなったわけ。紛らわしい発言って何した？だけん課金してるって言ったんだよ。そんなわけないし、だってお母さんにはしてないって言ったよ。だからあの普通にクレジットカード一回取り上げて。だってまたそうやってお父さんも騒ぐもん。なんで騒いでもいいじゃん別に。いや、のぼせるけん、のぼせさせとけばいいじゃん。そもそも今日、あれ何時頃、お昼いや、夕方、うん、帰ってきた時に、うん、もうなんかだいぶ酔っとったと思う。真っ赤だったもん、顔が。いや、もうお父さんこうなったらもう。あー、そういうことか。だから、自分も記憶がねえんだって。酔っ払った状態で課金してるから。そんなに酔っ払うってことね、もう分からんけど。いやだからそういうことで、だからあのハイボールこの500のあれを飲んでたから、とりあえずちょっとクレジットカード俺に渡して。いや、あんたに渡してよ。怖いし恐ろしい。それだけ、いやだから俺が管理しとくけ。恐ろしい。やばいな。それが一番恐ろしいよ。何が？あ、お前誰だよ、君らしい。俺が恐ろしい。いや、でもまあ、どっちでもまあ、別に俺は管理せん、いや、俺は別にいいけど、とりあえず親父からちょっとクレジットカードと、あの、携帯だけ、携帯はまあ、あの、あれ、あの、まあ、あの、ツイキャスアプリアンインストールしといて。あ、ツイキャスはいいわ、あの、外部の方。お父さんになんかもう、でもなんか、知らんけどさ、なんでそんなことばっかりしたの？体が偉いんだなって思って。だから体が偉いから、だからうちの親父にはあの。そんなことしかできないんだよ。違う。他にもやることたくさん、できることたくさんあるから、マジで。あるから。何が？だけど親父の違う趣味っていうのは。だって顔と競馬と。だからそういうのも未だにしてるから。だからそうやって依存症があるから、そうやって課金も依存症になっちゃうってことよ。でも競馬を見るだけだって言うやつ。別に見るだけの意味がわからんしね。見るだけのわけないじゃん。本当に。いや、見るだけとかありえないから。いや、見るならもうやってるから。100円とか200円とか1000円とかかけてるから。いや、だって見てるだけだって言ったよ。見てるだけの意味がわからんけど、うん、見るだけも楽しいんかな。え、皆さん競馬見るだけなことあるっすか？そんなこと、そんなことある？競馬見るだけってありえん。ない、ない。あるんじゃない？ないってよ。馬が走ってるのが。いや、馬が走ってるのが見えたら別に馬が走ってるの YouTube 見ればいいじゃん。分からんけど。妹から電話かかってきてるで。もうあんたそんなこと言わんでよ。しかもそんなことあんたこれ映してない。全然違ってたのに。もしもし、声が変わりすぎ。うん？いや、さっきの人はあの学会員さん、創価学会の人です。普通のただの学会員さん。馬だけ見ても面白くないでしょ。でしょ？だから馬だけ、馬が走ってるとこ見ても面白くないから、お金をかけることによって面白さが分かるっていうことでしょ。うん。だからね。うん、ね。人によりきりって、あんね、競馬やってたやつが、ね、金もかけずに競馬見るっていうのはちょっとなんか考えられないですよ。ちょっと考えられないですね。考えれる？掛け事していいの？まあ掛け事はダメでしょ、したら。うちの親父は。そう。
まあいいや、まあいいわ、うちの家が崩壊するだけです。親父によって崩壊するだけ。まあそのまま大阪に逃げればいいか。お父さんのこと言える立場じゃない。いや立場とか関係ないんだって。うん。だから立場とか気にしてたら止められないから。マジで。うん。それはそれ、これはこれ。うん。立場なんか言ってたら誰も止められなくなるけど。それもただの一言でしょ。もう誰なんだよ、まあ、びっくりしたよ、お前。何が？なんでびっくりする、うん、びっくりされるのがちょっとわからんの。びっくりしてたら後ろに急に立ってて。ほら、急に立ってないし、うん、うん。髪の毛伸びたね。安心して稼げば、うん、だから今から平八の平八が あの携帯で今から自爆させますんで、うん、それで弁明してもらいます。ちょっと携帯貸して。一回貸して。あ？まだしない。一回貸せ。しないって言っとるがね。いやいいけ。まだってどういうことだよね。まだっていうか、まあちょっとまだ今検討中だよ。なんで検討中って。ボタン押すだけだろうが。検討中もクソもないやろうが。アキラの件の足。意味がわからん。アキラの件って。アキラの件の足。ねえ、アキラの件の話、まあ、入ってんだわ毎回毎回。アキラの件、ちょっとよくわからん。そこを強調する意味もよくわからん。アキラの件の話、いろいろあんたがバズってるから、ちょっとよくわかんない。よくわかるでしょ、ご近所さんにいろいろご迷惑かけてるじゃないか。本当迷惑かけとって今ちょっと分かんない。そのセリフが出てくる頭の神経が俺には全然理解できない。ん？どういうこと？もう一回ちゃんと説明して。ご近所さん？どういうこと？ご近所さんいっぱいご迷惑かけてるから。それが何？それが何？それが全部どうよ。それは何ときたかい。いやちょっと話のあれがよくわからん。いや、自爆してよっていうのと近所に迷惑かけるどういうこと。自爆をしてもしたら、あそこの親子はバカ親子だけ、息子もバカだけど親もこぞってバカだかなって言われればよ。近所の人に。ああ、ごめん、君が思ってるよりも近所の人配信なんか見てないです。見てます。見てないです。じゃあ証拠は。見てるからいろいろコメントが上がってくるじゃないか。何の。自治会議はどうのこうのとか。いや別にそれってこの辺の人では、この人の辺の人の証拠なんかないよ。自治会議はあります。何言ってますか。そんなの調べればわかるでしょ。調べる俺が調べるんだけど、あなたが調べればわかるんじゃない。だからそんなのは調べればわかることです、ネットでも。いや、あなたが調べればいいんだね。俺が調べてもわからんでしょ。どういうこと。いや、言ってる意味がわからんけど。いや、まあどういうこと。絶対見てる人がいます。配信近所でも配信見てる人なんか世の中ほぼいないぞ。俺らみたいなほんま一部。配信を見てるかどうかよりもあんたがプラクションを鳴らしたり、警察が10回以上来たり、うん、いろんなことが起きて、この家が近所の噂になってるってことだわよ。それでなんで今自爆したら自爆に自分
あの近所の人が来るのだからって。もう俺もこれ以上関わりたくないってことだわ。何に？ん？何に関わりたくない？今のところは関わりたくないやつがガキになんかせんだろうが。愛人に関わりたくないやつが。だけん証拠を出したがや。出してねえがや。あんで携帯取ってみてんだから。だから携帯。やだよもう見ただろうが。見てないけんだよ。見たかな。通知ばっかり来て。全部ログアウトしてて。あ？悪らきんって。何アキラ菌って。そうかな。意味がわからん。誰からバイキンだよ。アキラ菌がついて体がどんどん痒くなっていった。いやわけがわからん。やばくない？意味がわからん。バイキンってな、乗る、は？伊達がいい愛人来てるで。はい？伊達くんがいい愛人来てるで。いや、今伊達に全然関係ないじゃん。なんかあんたの友達じゃないかい。誰が友達じゃん、お前。リア友じゃねえっつうの、お前。だからこういうのはあのこういうこと言うとなんかあのそういう向こうに「え何これ何これ」ってなるんだよ。こうやって行く人が出てきて、あだからそういうのが迷惑なんすよ。そういうのがそういうのが迷惑なんですよ。大丈夫か。何にもあれしないわ。全然関係ない。伊達の話をしていて。違う違う違う。趣味やとかそんなこと、そんなの別に配信見るのは全然いいと思うけど。それじゃ楽しみがないもん。だけどそれがおかしいよね。だって体が不自由でけんし。体が不自由でももうやることあるじゃん。あ、だから体が不自由だったら普通にあの、だから体が不自由だったら映画でも見るとか。いや見てるよ十分。ずっと見てるよ。いやあれ映画じゃねえ、 AV だろあれ。いやいや映画見てあのビデオに撮って、あビデオじゃないわ、あの録画して。ドライブビデオとかやってあげるといいけど、なんかそんなんいいって言ったらなんか普通に録画しておけよって。そんなあんな、なんか五流映画みたいな、あんな面白いわけないじゃん。あれだろ、 BS かなんかの変な番組やろ。お前知らんけど、お父さんにずっと見たら面白いらしいよ。全く面白くないあの。プライムビデオとか契約してあげるといいよね、お父さんに。そう思ってるけど私。うん。なんか、これそんなさ、映画する、映画見るとか。ええ。そんな線でもいいとか言うけど、あれ、プライムビデオ。将棋もするとか。将棋言うけど、もう、うん、なんかそこカットなんてダメだって落ち着かない。え意味がわからん。じゃあお前、それはだと要はじゃあ課金でもそういうことになるよ。カットなんて課金して、あのなんかあの相手のランキングが上位だと、いやなんかカットなってその上のランキング、あのランキングの人に対してカットなってもっと投げちゃうみたいな。ずっとなんかパソコンで、ね、あの競技でもなんかそしたらなんか知らんけど。デイサービスしかないな。そんなデイサービスなんかあんなって言っても邪魔だけど、お父さんそんなサービスみたいなの今ないんですけど。いやいやいや、そうし、それしかないでしょ。それしかないと思うよマジで。金持ちな、うちのやつか。いや金持ちじゃないっす。
いやだから本当にあれだってマジでもう本当にクレジットカードは取り上げた方がいいよ。でクレジットカード取り上げて、あの俺から昔取り上げたみたいにハサミで真ん中ちょん切って、あの昔あの俺ケあのクレジットカードあの真ん中ハサミでパーンちょん切られました。ボーン出た。ん？いやいや、さんざんとさ関係にいいんだよ。そんなのは棚にあげて、今そこじゃないんだって。いや松本家の将来のことでクレジットカードあの募集しないと。早く。松本平八のクレジットカードは全部あのなくしても、あれ松本イカルトのクレジットカードか、うん、いやだから他にだからそのなんか自分もさ、そのなんか配信でつって言って、なんか自分もなんかね、あの親父に対してさ、なんか配信のことを詳しくなりすぎてもう本当にやばいわみたいなこと言ってんじゃん。だから違う趣味をじゃあ見せさせなよ。それを取り上げたらお父さん、うん、多分すごくなんか衝撃でやばいかな。なんで衝撃る？分からん。だってそれが今趣味になってしまったの。だけどそのあんたを心配してみるんじゃなくて、もうその世界が本当に。だけどそれでか、それによって課金してしまう。課金しても最初今度は何が起きるか分かるか。今度はあのリアトツ行って、今度はリアトツ町っていうのを配信者のやつ行って、今度はオフ会まで参加するで。でオフ会まで参加して、お前夜になんかあの一緒にホテル行きませんかとか。だけどそういうことになるんだって、あんな依存症は。だけど体が元気な人はお父さんそんな体が不自由な人でしょ。あ？そんな外になんか出ねえんかね。マツドが見えるんだって、あの女の子のがあの開催するオフ会全部に参加するっていうね。車椅子でも行くわあれ。マジで。いや行くわって。嫌なんだよそんな、なんかいろんな親父、あんたのとこの親父誰々の配信者のオフ会行ってましたって。バカな。いやバカなじゃないんだってガチだって。やめてほしいんだけど、それは本当に。本当にそんなバカなんだし。まあまあそうなんですけど、ちょっと本当それは勘弁してもらってもらって、本当に。まあここに来たら記者会見だ。記者会見好きだね。来た。ゴジだったわ。いや、あんただわ。俺ゴジだかい。とりめやん。あんたジャイアンだわよ。いや、うるせえよ。ゴジラ対ジャイアンかい。ちょっとよくわかんない。なんかゴジラ対ジャイアンって。ゴジラ対ジャイアンって、あのゴジラに踏み潰されて一発で終わるんだけど、KO 負けだけど。ゴジラもジャイアンみたいにのか、体みたいに小さくなるわ。同じ戦いになるわ。早く、クレジットカード出してよ。なんで出さないんだけん、だけん、そのクレジットカードは、俺は募集するけん。何のためにって、俺が管理するよ、ちゃんと。何がおかしいよ。だって、ゴジラがクレジットカードなんか持つなよ。ジャイアンのクレジットカード。ジャイアンだったら別にクレジットカード持ってもいいでしょ。人間だから。あれ人間じゃないじゃん、ゴジラって。早く、じゃあ出して。なんで？なんで、はや。出してあんたも何を、お母さんにちゃんとあれを、何を、お母さんが何をって言われて、じゃあクレジットカード出したらいいよ。じゃあ先にクレジットカード出して。
その手の動きが俺なんとかちょっとやめてくれ。何が？その手の動き、微妙な。なんか嫌なんだけどな、このタコみたいな感じ。いや、そのどうでもいいけど早くして。やだやだ。いただきます。いや、出してよ早く、クレジットカード。ちょっと話変えるな。早く。何だろう。どこのクレジットカードや。JAL か。どこのクレジットカード。 JAL。 イオンカード。どこのクレジか。マスター。アナ。楽天はありえん。あ、 JCB か。 どこのクレジットカードなの。JCB だわ。ポイントはたまに松本平八で電話すれば。ジャルしかたまらんけど。松本平八で電話すれば解約できるの。いやいや、その何のことの意味がわからん。なんで解約って当たり前じゃん。できる。いやでもだから、だから、いやだから、じゃあクレジットカードか。もうそのあれはやめようや。話題は次の話題に進もう。なんだ次の話題。え、なんだって。いや、だからそれはあんた次第だって。いや、次のあのテーマに進もう。え、ちょっと意味がわからん。テーマってん。何、なんとか、あの真剣10代喋り場みたいな。あの、早く企画に進もう。いや、いいけん早く出してよ次の企画に。なんだ企画にって。本当企画をしてんじゃないの。早く出してよ。課金してんだから。美味しいわ。いや、美味しいわしなんだろ。うん、誰だろ。弟とか妹に電話して説教してもらってもマジで。そういうことだな。だってそれぐらいじゃないと無理だって。なんで、うん、いや、そういうことにもう一切話題せんない。そうそう、話題とかじゃねえよ。家のことを一切話題にしない。うん、だから自分がだそういうこと言うから。10万課金しただろ。仮にそういうことがあったとしても一切。そういうことあった。いや、そんなことだからあったらいけん。仮にって言ったかい。仮じゃねえだろ。そういうことがあったとしても家の内情のことは一切。ダメだよ、言ったらそういうことを口にしたら。ダメ。だからそれがあったら、だったら、あったらダメだけど、彼ね。だから自分がだからどっちか本当に。あったとしてもって言ったかよ。あったとしてもあったら、もうあったら遅いっつうの。いや、あったら、あっても、そういうことは家の内情は話さないってことだわよ。今のうち見てきたら、いや、あのポケットに入れてやがる、携帯とクレジットカード。それも、あの、ちゃんと考えてんじゃん。この間に、あの、2階に帰ったら困るからって、あのポケットに全部入れてんねん。あ、そうだから。気持ち悪い。だからもうそんな、あの、そんなことを話題にしない。だからそんなことは大事じゃないっていうか、そういうこと自分が言ったからだって。俺が言ったとしても。言ったとしてもって意味が分からん。そんな、うち家のことを話題にしない。うん、家のことっていうか、だけどその課金のことだよね。あのことも話題にしない。いや、わけわからん。それするでしょ。お父さん出るけん、乗せてもらって。うん、誰に。ああ、そっか、分かった分かった。うす、あれがね、うん、
まあ、あんたもいろいろ余裕がなくて引退気持ちが十分わかるけど、なるべく家のことは大事ですね。いや、っていうか、いや、なんか違うくない話それ、なんかちょっとよくわかんない。違うことね。いや、違いますよね。それはそれです。僕が言ってることとそれは違うよね。違うことね。いや、違うだろ。だけんがいいのやっちゃったわ。だけん、関係ねえっつうのに、ねね、もう終わったけんいいわ、ね、これ沸かしたらもう入れとくよ、ね、どうする。入れといて、俺も入るみたい。お風呂の洗顔しましたかって聞いてくるでしょ。みんないつもの洗顔してないでしょ。お風呂を沸かすときがそういうことを話題にしてもいいわね。脳がちょっと溶けてる。溶けてるよ、うん、何の話か分からんけど、うん、言ってもいい話題と言っても悪い話題の気分が、いや違う、だからそれに関して自分が配信中に言ったからよ。あなたにはできてないってことだわ。できないってことだわ。人が話してる時に上からかぶせてくるな。もう違うでしょそれは。これ箸使えてないですね。もう大阪行ってんな。緊急事態宣言、まあ、とりあえずクレジットカード出してよ。なんで俺のクレジットカード出せっとるかね。意味が分からん。俺のクレジットカードとしても課金してるんだから出さんといけない。あんた見せたわよ携帯を。僕は伝えられるんだよ。何そうや、あんたが作ったサンページじゃない。意味が分からん。いや、意味わからん。どういうこと。誰がお前僕ごとのページやろ。出て作るよ。うん、誰か来た。いや、誰も来てないよ。ですよ。なんで出さなきゃいけんよ。当たり前や。なんでだ。またお前箸投げてくるんだろ、どうせ。投げる。力がないのに言っちゃった。いやー、もうびっくりだわ。まあいいわ。来月の請求書見りゃ分かるから。それ見るわ。うん、見てください。その請求書見たときに、うん、あの Google って書いてあったらあのアウト。Google って書いてあるの。うん、なんでだ。知らない。本当にクレカの明細だけ見たければネットで確認できる。あ、JCB のね、あれ教えて。やんないよ。Google Pay。で、だって競馬だってさ。見てる見てるってやってるでしょ。見てるだけなんてありえねえから。やってません。じゃあ見てるだけなの、うん、競馬を、うん、そういう人多いと思うよ。
大きなレースが。だから配信で見てんじゃないでしょ、本当競馬見てるでしょ。だって配信者が予想するのはどうかな、当たるかなと思って見てるだけだからな。じゃあ配信で競馬を見てるってこと？いや、配信者が予想するでしょ、うん、配信者のチャンネルで。で、今テレビでは、うん、グリーンチャンネルがレースだけ無料で見れることになってるから、それを見ながら、まあ、予想はやっぱり外れてるなと思って。そんな遊び方あるか。見てるだけだわ、ね、まあ、あの配信者の予想が当たったなと思って見てるだけだわ、ね、うん、じゃあまあネット、じゃあ競馬には今は1円もかけてないと。はい、砂丘のラクダを乗るぐらい、あの乗って1500円だって言っとったわ。短時間で短いって言って言っとったな。短時間、うん、短い時間で料金がちょっと高いなって言っとったな。その配信で課金したんか。してません。1500円分してません。頭がそこから課金から頭が離れない。もうだって課金中じゃん。頭がもうそこから離れない。困ったもんだもん。3分で1500円たっけ。ごちそうさまでした。おいしかったです。ありがとうございました。持ってないでしょ。ん？そんなこと。持ってます。なんと出ちゃいますわ。あんたも絶対にあのツイッターとか作らん方がいいね。あ、DM とかしたらなんか本当なんかいろんな女の子になんか変な DM 送りそうで。何のために？あ？何のために？いやだから課金するために。なんちゅうか、この刀な おじいじにそんな、うん、ケツがあれはないですわ。ケツが出てるよ。危ね、あ、ちょいちょい、危ね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 、危な。危な。なんなのその歩くとズボンがずれていくやつ、意味がわからん。それなんでお前歩くとズボンがずれていくよ。いや太いっていうか、ただ単にそれズボンにゴムがないだけでしょそれ。いや太りすぎてても別にゴムがあればずれんじゃん。太りすぎて動くけん。いや太りすぎて動くけんって言われても。おなんだよ。なんだよ。冗談だ。はあ？冗談。脳梗塞になったかと思ったこっちは。やめてくれない、そういう冗談。あれお味噌汁あったっけ。あったな。あ、貝の味噌汁じゃなかったんだ。もう貝の味噌汁いや自分が本当にヤバい人に見えたから、あ、やめてよマジ。こっちは心臓が止まりそうになる前。あきらがこう変な、いや本物がすると困るんだわ。おかしかったな。あ？おかしかった。何が？ん？アキラの顔が。いやそれはビビるだろこっちも。はあってなるでしょ。アキラの顔がって言うけども、あんたの顔が一番はあってなったじゃん。
です。もうダメか。いや走れるじゃん自分。あ、もしかしてそれ完全演技か、お前いつもあの走れんとか言ってたの。演技じゃないよ。演技だろ、今走っとったくせに今。いや、どういうこと、どういうこと、どういうこと、意味がわからん。いや、初めて見たっすけど、うちの親父が走ってるとこ、最近になって。マジで。何？マジで。いや、わからん。いや、あんな、なんか、しかもなんか、あの、なんか、イノシシの突進みたいな走り方、初めて見た。うんうん、え、まさか右手も演技？いや、まず、それはないと思うけど。うん。全部話し取らせてくるからね。何でか知らんけど、全部、なんか、最終的に、イダテンに持っていくからね。意味がわからん。ゲイかよ、ついには。まあ、もうこれくらい演技、いや、あの演技はちょっとよくわからんわ、うん、マジで危ない、危なっかしい、マジで怖え、うん、あれ頭ぶつけるやつで、マジで、着物っつうか、怖いでしょあれ。発見してるの、いや、わかんない、誰かわかんない、誰に課金してんだろうね。でもまあ、私も知らないっす、知らないっす、もうこれ中身どこ行ったんだろうね、これ一回も見てねえけど、これアンチが送ってきたよ、これアンチがうちの家に送ってきやった、これテキパキ歩いてた。あ、マジ？俺もゴミだな。延滞ばっかして。また延滞してしまいました。何の延滞？あのあなたの奥さんお借りしてもいいですかっていうのと、うん、一番やりまんの女の子を紹介してくださいっていうのと、でなんか壁みたいなのがあって、なんかこれチンコがなんかいろんなところから出てて、で どれがあの彼氏のチンチンでしょうっていう。知ってる？どれが彼氏のチンチンでしょうっていう、しょうもな、いやしょうもなじゃなくてあるから、そういう AV、 いろんな人のこと、いろんな人のこと、いろんな人をこうやるんだよね、で結果全員のやるからね、マジで、で、あ、で、こ、あ、じゃあ彼氏のはこの人ですって言ったらね、全然違う人だったら、あの彼氏の目の前であのその人の、その人とエッチが始まるんだよすごい台本だよね。もう台本すぎるでしょっていう。聞いた？いや、あるんだよ、そういうの。そのシリーズいいよな。うん、あの、その、あの3点延滞して2000何本。うん、しかも俺、結局ね、俺結局それしか見て、残りの2本見てねえんだよな。俺ね、AV なんか 1回で10本ぐらい借りるんですけど、だいたい1本見て全部残り9本ぐらい見てないっていう。まあ、そんな感じで終わります。今から人と合流せんといけんから。じゃあね。I'm Japanese, we need you. いや、中身がねえっつうの、あれ。